ドアはいつも開けっぱなし。 今回も始まりました松田一家のドアはいつも開けっぱなし本日のラジオパーソナリティを務めさせていただきますのはチーム宴のパフォーマンス担当要と BGM 担当の白金がお送りしていきたいと思います。この番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオ番組です。我々歌謡チーム宴けの他にも4組の個性あふれるみんなで毎週金曜日にお送りしていますのでお聞き逃しのないように許せ。ええええ嘘だっですか？うん。 うるさいよ耳障りなね、BGM はね、全くね、しゃべりに集中できないっすね。せっかく、あの、金なさんもこう盛り上げようと、こう BGM に徹してたのに。もうちょっとね、静かめに流してくれるのいいんだけど、ちょっとね、でかすぎるでかすぎですかそうそうそう。ほんですかもう一回言っていいもう一回言っていい大丈夫大丈夫ですよ。ちゃんとね、我々チーム、宴、 の他にも4組の個性あふれるみんなで毎週金曜日にお送りしているので、お聞き逃しのないように。はいということでね、あのさあやっていきましょうはい。ということでね、もう BGM はもう結構なので、はい、何かあの別の話題でね、<laughs> 盛り上げていただきたいと思います。あ、なるほどね。わ、はい、かりました。じゃあ、あのー、今回はですね、私が、はい、あの最高に美味しいポテトのお話をしましょう。ポテトはい。あの、ポテトです。はい。あのー、僕が、 そのポテトに出会ったのはですね、とあるファーストフードショップでした。はい、もういいです。なんでなんでなんでまだ冒頭の最初の始まりですよ、ここれ。いや、あのね、もう茶番はね、これぐらいにしまして、あの、新しいコーナーをね、行きましょう。お新しいコーナーですね。はい。紹介しました。題しまして、松田一家のおすすめスイーツ。 のコーナーナはいこのコーナーは我々が独自の判断で厳選スイーツを皆様におすすめするというっっとっても甘い甘いコーナーでございます <laughs> 何でに回と言います <laughs> <laughs> はい、はい、今回はね、はい、どのような厳選スイーツが選ばれるのか早速紹介していきたいと思いますはい分かりました、はい、今回はですね えー、こちらの要様が、はい、あおすすめスイーツを紹介してくれるということなので早速紹介してもらいましょうじゃ本日の、えー、おすすめスイーツは何でしょうかはい亀戸天神船橋屋さん本店でございますああ、うん、有名なお店ですねはい,はいこちらちょっと道案内のほどよろしくお願いいたしますわかりましたじゃこちらはじゃ私が説明させていただきましょう、えー、こちらはですね、えー、亀戸駅の後出口からですね、えー、こう13軒通りをこう進んでいただきまして 蔵、えー、前橋通りをこう渡っていただきまして、はいえー、そこをですねこう左にこう左折していただいて錦糸、えー、町方面の方に向かっていただいて、はいえー、そうしますとこう天神橋というものが見えてくるんですね、はい、でその前にこうその船橋屋さんがあるということですね。今の説明で分かりましたか 後で口出ていただいてまっすぐぐっと下からもうねもういいっすちょっと遠いちょっと遠いねちょっと遠いですね10分ぐらい10分十五分ぐらいかそれぐらいかかっちゃうかもしれませんねまあでもねこの船橋屋さん結構有名なお店ですからねそうなんですよじゃあちょっとそちらの説明は私がさせていただきたいと思います詳しくお願いしますよはいねえなんとですね創業が文化2年 はいということはですねそそっからそっかからら始始まりままる <laughs> はいりす西暦で言いますと<う>1805年ですね<う>、はい、江戸時代ですうずい随分詳しく調べてますね <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、まあつまりはですね、はい 200歳以上ですね。なるほど、はい、結構長くやってますね。まあ私要とね年齢いい勝負してるんじゃないですか要、ね、様、うん、ベラボイもっと年齢上だからね <laughs> あのちょっといい兄弟みたいな <laughs> いい兄弟兄弟じゃない <laughs> いい兄弟な感じでね<ー>やらせていただきたいと思いますけれどもあ<ー> <laughs> まあ船橋屋さんといいますとやはりおすすめはですね、はいうん クズ餅ですねそうですね確かにそうですねクズ餅ですまあねその製造工程のねこだわりが半端ないんですよそりゃそうでしょう。長いやってくやってますからねもうね素材選びから手間からもうね説明をいっぱいねしてしまうとねちょっと時間が足りなくなってしまうので長くなりそうだねなのでちょっとそこはちょっとウィキペディア先生にね確認していただきたいと思うんですがあの一つだけねお ね、言わせていただきたいと思います。と、はいう品質管理が半端ない、まあ、それは全てにおいて言えることですけどね、船橋屋さんのくず餅なんですけれども、製造工程がなんと15か月かかるんですねそしてですね。 消費期限ですよ。はい、あの賞味期限じゃなくて、消費期限ですよ。あ,あ,もうたあれですね。はい。貧困にね。はい、問題があるやつ、ね。わずか二日間です。はい、結構短いですね。はい。あの風味を損なう真空パックや。脱酸素剤は決して使用せず。ああなおかつ、出来立てのみの。うん、くず餅を、うん、迅速に皆様の元へお届けできるように。 温度、湿度などの商品管理には最新の注意を払っておりますとのことなんです,です、ねはい、なのでね、お持ち帰りもねいいんですけれどもね、うん、ぜひその場で食べていただきたいですね、なるほどそうですね確確かに確かにに、はい、お店の中にですね、うん、あの食べられるところがございますので、うんねまあ、でもね、どうしてもあの時間がないっていう方は近場であります。お そうなんですかわざわざ通行かなくても本店まで行かなくても本当は本当行ってほしいんですけどそうですねかにそうですね時間がないという方は亀戸駅アトレ川の改札をね抜けました正面に船橋屋さんのお土産コーナーがあそこにあるそんな近くにあるんですねはいそちらを活用していただけたらなと思いますなるほど分かりましたということでえじゃあ本日ね あの、おすすめさせていただくスイーツは、はい。えー、亀井戸天神船橋屋さんってことでございました。はい,はい。はい、以上、はい、おすすめスイーツのコーナーでした。はい、ありがとうございます。さあ、続いての企画はこちらはい。好めプレゼンツ。 白金のキキジュース選手権イェーイキキジュースの危機は危険の危機ともかけてるぜイーイはい、自分で言ってしまいましたね。これ、自分がお飲みになるんでございます。そうですよ。とりあえず少しでもテンション上げて、こう、危機を乗り越えようと。危機を乗り越えよう危機を乗り越えようっていうことですまあね、私、そこまで鬼じゃございませんよ。あ、そうですか。ちゃんと、シロさんがね。 飲めるものをチョイスして本当ですか？はいはいはい。飲めますよ。大丈夫です。おますよ。大丈夫ちゃんと飲めるのにしてくださいよ。ね、ちゃんと今回はですね。あ、ベース決めました。あ、本当ですか？はい。はい。ベースはコーラです。ありがとうございます。嬉しかろう。嬉しい嬉しいわ。嬉しいよ。まあそれにいろんなものをちょっと混在していこうかなと思っております。それが怖いんだ。それが怖いんだ。よ 大丈夫ですかお願いしますよ。じゃあ僕目つぶりますからね調合してくださいよちゃんとちゃんとおめるにしてくださいよ今回もですね3種類ご用意します僕今目つぶってますよ今もう早いですね ABC とご用意します3種類あるんですね今回もそうですじゃあまずとりあえずね1本目開けてみたいと思いますはい音で確認でございますね音もあるんですねありがとうございますはいはいすいは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 い あえー、どうぞあ、はい、あああ炭酸ですねはい。炭酸か嬉しいでしょ缶か,かなうれしいでしょ嬉しいね、うん、いやもう分かんないけど、ね、<laughs> どえああっ分か,るかんな缶だね缶 <laughs> だねはい三本目はい、ああ三本目はいあ、うん。 缶だ, <laughs> <laughs> だね。缶だね。缶ですかカンカンカンでる。どれかがコーラってことだよね、きっとね。そうそう,そう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 。じゃあ、開けたのがコーラなのか。あーあー、炭酸あ。炭酸っぽい音するよ。炭酸っぽい。え、何今 A 入れてるんですか今。いや、もう B まで入れて。あ、B まで。<laughs> <laughs> これがああ、いい音してる。 あ、いい音してるよ。え、今何入れてるんですか今。今は、あの、ベースを入れてます。あ、ベース入れてます。コーラですね、じゃあ。どうしよっかないや、待て、あ、そうね。ど3種類あるからな三3種類あるからな三3種類あるからなちょっとお願いしますよ。結構、どうとか入れてる音がすそんなことないよ。そんなことないですかそんなに飲まないですよ、僕。怖いから。大丈夫、大丈夫です。今、B 入れてますいや。 どうでしょうねどうでしょうねそれはどうでしょうねあちょそこは教えてくれないですね、うん、そこは教ません今調合中ですからねいやー入れてるよ入れてる結構入れてるよ回っちゃったかね <laughs> どういうこと分量とか手帳なの <laughs> <laughs> あの比率は考えてないの？比率は考えてないの。とりあえず美味しいのにしかわるかなっていう感じで。ああ、そうね。はいはいはい。はいわかりました。おい入れましたもう。いやまだです。まだだよ。早くして早く早くして。え？入れないことが恐怖だろう。そうだね。そうだね。怖いね。ホラーだね。早くしてください。早くはよ。これうんこれちょっと匂いでわか匂いでわかっちゃいます？ 匂いじゃ鼻つまみますじゃあ。じゃあ鼻も。鼻つまんだらわかんなく鼻つまんだら味がわかんなくなっちゃうねじゃとりあえずあの A から行ってみましょうかね。お願いします。い。A お渡しします。えっとどこにありますか。はいどうぞ。A ですか。はい。これ見ていいんですか。見ちゃいけない。いや見ない方がいいかな。あコーラの匂いがする。うん。え飲んでいいんですかこれ。どうぞ。あじゃ A 飲みますよ最初に。はい喋っててくださいね。はいはいお茶みたいな飲み方するね。 お茶お茶じゃないけどあのねコーラの味しかしないマジこれが A ねうんそれこれが A 次次 B いきます B どうぞああわかんない飲みますよどうぞじゃあ B 飲みます全部お茶みたいに飲むねええわかんねえなこれ コーラだよ、これ。分量はね、ちょっとね、分かりづらくしてあります。あ、本当ですかじゃあ C、C でございます。これ C ですね。飲みますよし。どうぞどうぞ。飲み飲みまーす。はい。あ、これはね、これわかるわ。これわかるな。あ、わかりましたもうわかりました。はい。はいはい。えっとですね、C は、えっと、オレンジジュース。 コーーラとオレンジジュースほほほほううううこれはわかるこれな、ね、オレンジジュースの味がするなるほどなるほどえっ、うん、と CA と B だなうんえちなみに何入ってあ教えてくれないですよねそれはねああじゃあいいですよいいんですかえー、こんまあベースはコーラですが、はい、えー、サイダー系、えー、サイダー系オレンジ系オレンジ系オレンジは分かったうん AOK。AOK、OK OK OK、って何や <laughs> ?AOK、OK、って何や <laughs> あまあいいや、いきますよ、じゃあ <laughs>、はいえー。えー、もう一回飲んでいいですかもう一回飲んでいいですかこれ A だよね。これが A。え、もう一回 A 飲ませて。うーん、B なんですかね。どうぞ。どうぞ <laughs> えー、大丈夫かええー <laughs> いや違う違いは分かる違いは分かるコーラマスターと思う分かったじゃあ A がサイダーほうほうで B がオルナミシどうだファイナルアンサーファイナルアンサーよろしいですか大丈夫はい正解ははいえ目開けていいですかどうぞどうぞこういう順番になっております ABC ですね何これ サイダーあサイダー合ってんじゃんサイダーでしょ A がサイダー合ってんじゃんで B がオレンジジュースでしたね待って待って待ってえオレンジが B だとそうオレンジが B でしたほんとえオレンジっぽいのが何これドデカムか栄養系ですねええマジか全然分かんなかったいやこれなかなかちょっとえコーラマスターいやコーラは分かってるわコーラは分かってんねそれ以外の味じゃ。 いやーよかった引っかかってくれてえー、ええオレンジジュースと結構似てんなえでも違うぞでも味いやーこれ俺舌狂ってんのかな舌 <laughs> 狂ってる舌狂ってんのかな <laughs> ちょっとね、もしかしたらコーラ飲みすぎちゃったんじゃないですかね。コーラ、いや、コーラのはじゃするよ、確かにね。美味しかった。確かに美味しかった。オレンジはね、タしだと思ったんだけどな。どデカミンか。そうなね。わるんだ。えぇ、それは知らなかった。もしかしたらね、きっと混在したことによって化学変化が起きているのかもしれない。かもしれないですね。いや、これ楽しいな。なんか新しい発見や。うん。え、じゃあ次からまたベス変えていいベス、え、コーラじゃないってことああ、まあまあ、そうね。そう。 いやまあ嫌ですけどまあまあ変えるということじゃいいですよじゃあ今後もねこういう感じでちょっとたまにやっていきたいなと思いますりましたはいということで白金のュ獣選手権はこれにて閉幕ですということでそろそろお別れの時間が迫ってまいりました今回やった企画の感想や我々への質問や応援メッセージなど皆様からのメールをどしどしお待ちしておりますはい宛先はこちら「MATUDA」